目覚めるのだ。目を開いて立ち上がるのだ。我は軽症せし者よ。
これぐらいの攻撃もかわせないなんて、あんた本当に軍人だったわけ？ああ、親父の言葉を信じた俺がバカだったよ。つまんね。お坊ちゃま、お一人で歩かれたらいけないとあれほど申しましたのに。あなたですね、旦那様のおっしゃった新しい家庭教師の方というのは。パルティーニ家のメイド長をやらせていただいているサローネと申します。秋奥様に代わり、お坊ちゃまの養育係として見送りに参りました。それにしてもアップ様、どうして一人で先に行ってしまわれたのですか？あれほど私が待っていてくださいますようにお願いをしたというのに。アーヤの用事が終わるのを待ってたら日が暮れちゃうって。ラップ様。わかったわかった、うるさいな。もうふん。旦那様のお話によると、あなたは大層優秀な成績で軍学校を卒業されたとか。じゃあ優等生かよ。帝国の軍人たるもの、武術も召喚術も共に優れるとお聞きしますが、あなたはどちらがお得意なのです？なるほど。さあお坊ちゃま、先にお乗りください。私はもう少しこの方にお話ししておくことがありますので。はいはい、わかったよ。それじゃお先。さて、あなたにはこれからお坊ちゃまを連れて軍学校のある高専都市パスティスに向かっていただくわけですが、わざわざ一緒に船旅をしてもらうのには理由があります。ナップ様は同じ年頃の子供たちと比べると少しばかりそのやんちゃに過ぎる部分があるのです。いたずら好きで言いつけもなかなか聞いてくださらず、特に女性相手にはそれを面白がっているありさまでして。はい、私もそれを心配しているのです。そういう理由から今までの家庭教師はどなたも長続きはしませんでした。ですが今回ばかりはそういうわけには参りません。学識と教師陣において帝都一と名高い文学校に入学することこそお坊ちゃまの将来にとって絶対必要なのです。だからこそあなたには何としてでもこの船旅の間にお坊ちゃまとの信頼関係を築いていただきたいのです。それが叶わぬ時はこの開いてるよ。なんだ、あんたか。いいって言ってるだろ、ほっといてくれよ。気分悪いんだよ、胸がムカついて話したくない。
そこの貴様、動くんじゃねえぞ。動いたら問答無用でぶち殺す。何事だ、創造師。ああ、不審者でさ、副官殿。捕まえて締め上げましょうか。よせ、ビジュ。隊長殿。申し訳ないが、ここから先の区域は軍の管理下にある。民間人は立ち入り禁止だ。速やかに引き返していただきたい。さっさと行きな。屋敷を出て知らない人と一緒に暮らすなんて。やるわね、そのら。一発で帆柱だけを粉砕しちゃうとは。おい、スカーレル、あんまりそいつを褒めんじゃねえ。いつか見たくまた調子に乗って獲物を海に沈めかねえ。うぶ、兄貴ったらまた昔のこと言うし。役人、目当ての品は間違いなくあの船にあるんだな。はい、間違いなく。けどさ、なんでまたわざわざ定期客船に偽装して運んだりするかな。物が物だけに秘密裏に運びたいってことでしょうね。とはいえ、私らにバレちゃってるあたり、かなり間抜けとは思うけど。ですが、警備の部隊がついていることには変わりありませんよ。なーに、上等だぜ。それぐらいでなくちゃ張り合いもねえ。よっしゃ、このまま砲撃で牽制しつつ全速前進。雪原した後一気にかしこむぞ。海賊だって。本当に。ゴリャ！おいおい、てめえら腰が引けてるぜ。やる気のねえやつはとっとと失せな。おお、ようやっと骨のあるやつが出たか。随分と勇ましいお嬢さんだが、言ったからには口だけで終わったりはしねえよな。いいぜそういうの、分かりやすくってよ。野郎ども、敬意を払ってお相手してやんな。